初めての海外ツアーを前に主要スタッフ総出のミーティングが行われた。キャリーが所属するのはいわゆる大手芸能事務所ではない。その分絆も固く、ポチャカワの社長にはキャリー自身全幅の信頼を置いている。参加者12人の中で20歳のキャリーが一番の年下。でも意見は尊重してもらえる。第一部、これ振袖がワンピースがいいかな。そしたらでも振袖の方が多分インパクトあるよね、きっと。他の2カ国はどっか2つは。ポンポンポンも着たいなと思ったんですけど、もしポンポンポンを着るんだったら一番最初で1曲目でも歌って登場の方がいいかなと思うんですよ、ね。多分これが一番知られてると思うんで。そうだね、ロンドンとかすごいと思う。ロンドンとか標準変えちゃえばいいね。それはもうしたらポンポンポンでこれ着てやろうかな、いいと思う。不安もある。日本の可愛い文化の代表としてライブに来たファンを裏切りたくない。一人のアーティストとしてもっとこう日本を盛り上げていけたらいいなっていうふうに思っているので、やっぱり目指すとこはそのファッションと音楽を融合させたアーティストです。はい。その日がやってきた。ベルギーの首都ブリュッセル。おはようございます。おはようございます。会場は街の一角にある由緒あるライブハウス。ベルギーの若者に大人気のスポットだ。この空間を音楽とファッションが溶け合うキャリーワールドにできるかどうか、もうすぐ進化が問われる。開演4時間前、外にはこの行列。キャリーパニューパニュー、エリカワイ、アン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 パミュパミュ、アン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 キャリーパミュパミュ。じゃあ行ってきます。いらっしゃい。人は誰でも眠れる才能を持っている。内気で人見知りだった少女はファッションと出会い、原宿に通うことでその才能を花開かせた。この日、彼女は世界への一歩を踏み出した。全20曲、2時間余りのステージが終わった。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。今も本当は人見知り。でも舞台の上ではそれを忘れられる。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。いやー、マジよかった。いいっすよ、まとめといてくれたら。すいません。両親や友達が電話をくれた。
きてたな。なんか友達も起きてた。すごいみんな心配してくれて。日本の応援がきっとこれからも背中を押してくれる。時間を作って外に出た。行きたい場所がある。そこも可愛いじゃん、お店。可愛いじゃん。キャリーパミュパミュ、ヨーロッパツアーでのひととき、楽しみにしていた雑貨屋巡り、見たり触ったり、はしごしながら可愛いを探した。ちょっと本当にトラウマレベルで怖いんだけど。こんなに、なんでこんなに。トラウマレベル。この色合いはおかしい。このお面おかしくないですか、なんか。こんなポップなお面ってある？かわいい。色がかわいい。キャリーパミュパミュ、二十歳の誓い。これからも自分のかわいいを貫きたい。